E プラスをご覧の皆さん、こんにちは。瀬戸康史です。そうですね。まあ今作は、まあ、大切な人の存在によって、抗えない運命に立ち向かっていく青年たちの、葛藤と成長を描いた物語で、まあ、今回康史がベースに、なっているのでいろいろ勉強させていただいたんですけど、まあ、今作は若者たちのこう普遍的な悩みを描いているので、まあ、古事記を知らない人でも、見やすいと思いますし、共感できる作品になっています。はい、そうですね。今回その盾っていうのも一つこの夕日伝の見どころの一つに、なっていると思います。まあ、皆さんがこう想像する盾とはちょっと違った感じになるんじゃないかなっていうのがありまして、まあ、っていうのも、まあ、さまざまな型というんですかね、例えば、その一振り一振りが、切なかったり切なさを感じる一振りだったり、ある人だったら力強かったり、ある人だったらちょっとアクロバティックだったりっていうように、その人それぞれのこう心情が投影されている、一振り一振りに、そんな盾になるんじゃないかなっていうのはあるので、皆さんそこも期待して見ていただければ嬉しいですね。はい、今回3年半ぶりに、Dステに、出演させていただきますし、瀬戸康史としては、10周年ですね。役者人生、10年経つので、節目の年にこの夕日伝という作品に出会えたのは本当に運命だなと思いますし、今回座長としてみんなを引っ張る立場ではあるんですけど、出演者の山本さんだったり、遠藤さん、そして鈴木さん、先輩方もいらっしゃるので、いい意味で先輩たちの力も借りながら、その座長っていうのをマイナスなプレッシャーに感じずに、やれたらいいなと思いますし、今までこう D ステでは感じられなかった何かを、お客様には感じていただけるような新たな、D ステっていうものをお見せできたらなと、思っております。8月8日よりチケット発売です。 D ステ最新作夕日伝、ぜひ劇場へ足を運んでください。よろしくお願いします。